そうです。ではシモン・ビヨン選手からお願いします。はい、ビヨン選手 91.60 クリアです。クリアしました。気合が入っています。さあ続いてビタリー・シメトフ選手。はい、シメトフ選手、92.70 クリアです。クリアです。笑顔でのクリアになりました。さあそれでは両者並んで正面を向いての写真撮影です。この2人も身長差があるでしょうか。さあこの2人のヘビー級の戦いになります。まあ、93キロですから非常に重たい階級になりますけれども、ビタリー・シメトフ選手、明日もまた入場テーマはあの名曲でしょうか。アキコさんに向けての入場でもあります。その声の話については会見の時には秘密にしていましたが、果たして声の行方もどうなるんでしょうか。熱いファイトを期待したいところです。さあ続きまして第9試合ライジン MMA ルール同3ラウンド93キロ規約ヒジアルで争われます。リリー・プロハースカー VS シリリー・ドラゴン、両選手の入場。